皆さんこんにちは。私は竹中大工道具館の西村明と申します。本日は進行役を務めさせていただきます。この度私どもの企画でフランスのアーティストフィリップ・ワイズベッカーさんの作品の展覧会を東京のギャラリーエクワードと神戸の竹中大工道具館で開催することになりました。私ども道具館では6年前に創立30周年の機会にワイズベッカーさんに館のメインビジュアルとして大工道具を描いていただきました。こういったあのパンフレットとかですね、チケットとかいろんなところにこのビジュアルを使ってですね、これが大変好評なんです。それでいつかワイズベッカーさんの作品の展覧会をやりたいというふうにかねがね思っていたんですけれども、今回それが実現できて大変嬉しく思っております。そしてこの機会に合わせてワイズベッカーさんのお話も伺おうということでいろいろ計画していたんですが、ちょうどコロナで日本に来ていただくことが大変難しいということになりまして、今回リモートでのトークショーとなりました。それでワイズベッカーさんにはパリから参加していただいております。ワイズベッカーさん、こんにちは。お元気ですか？今日はよろしくお願いいたします。そして、実はこの会場にもう一方ゲストをお迎えしております。クラスカギャラリー&ショップドのディレクター大隈武雄さんでいらっしゃいます。こんにちは、大隈です。よろしくお願いします。大隈さんは以前からワイズベッカーさんの作品をクラスカギャラリーで紹介されたりですね、またお仕事でもプライベートでもワイズベッカーさんと懇意にされているということで、今日はいろんなお話が伺えるものと楽しみにしております。大隈さん、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあまずですね、ワイズベッカーさんのお話を少し伺いたいと思うんですが、今回の展覧会のタイトルがフィリップ・ワイズベッカー・インサイド・ジャパンということで、大工道具、建物、日常品などを描いた作品を中心に、たくさんの新作もご紹介しております。そこでですね、ワイズベッカーさんにまずこの展覧会で、たくさんの新作もいただいたんですけれども、どのように、展覧会に、のために、取り組んでこられたか、あるいは、このコロナのですね、時期にどのような思いで作品を作ってで来られたのかといったあたりからお話を伺えたらなというふうに思っております。Le Covid pour moi n'a pas été un problème puisque je travaille seul dans mon atelier. Je suis vraiment dans l'atelier mais très peu de visites. Donc je suis finalement assez solitaire dans mon travail et pour moi le Covid n'a pas. J'étais très content aussi de cette proposition d'exposition parce qu'on en avait parlé il y a longtemps.Et je pensais que, à Dubaï, ça va être bien mieux. Et quand il y a eu cette proposition, j'étais absolument ravi parce que les objets, l'architecture, tout ce que je montre là, c'est vraiment, sont vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et ce qui m'a plu aussi, c'est,Le catalogue et l'exposition auraient pu être une accumulation de tout ce que j'ai par le passé, mais j'ai voulu revisiter tout ça maintenant, et ça m'a donné l'occasion de me replonger dans le Japon des années 2000 à 2018. Et ça, c'était très agréable. Donc, ce sont des nouveaux dessins, mais qui sont liés à des souvenirs, donc je me sentais...大隈さん、今ですね、ワイズベッカーさんからコロナのことあまり関係なく、ずっと書いてたんだというお話もいただきましたけれども、今回、先ほど展示をご覧いただいたわけなんですけれども、どのような感想をずっとここ何年か見ていらっしゃってですね、お持ちになったか、この辺、ここにですね、あと大隈さんご自身の、これまでのご経歴とかワイズベッカーさんとの関わりなんかも少しご紹介いただきながらお話しいただけますでしょうか。まあ
まず今回ワイズベッカーさんがこのコロナでヨーロッパも非常に大変な状況だったと思うんですけれども、何も変わらずいつも通り淡々と仕事をしてたっていうのがいかにもワイズベッカーさんらしくて、おそらく彼は明日が世界最後の日でもアトリエで作品を作ってるんだろうなっていうふうに思ってたので、イメージ通りだなというふうにまず思いました。それと今日は初めてというか作品展を拝見させていただいて、まずやっぱり新しいこう意欲的なですね、新しいこうスタイルへのこう挑戦もあり、これまですごく親しんできた身近なモチーフに対してのこう愛情深い本当にデッサンもありで、非常に興味深く拝見しました。で、もともと僕が最初にワイズベッカーさんのその作品に触れたのが、今日もここにも持ってきましたけれども、まさにその大工道具というか、このハンドツールという、大工道具を描いたこの作品集を2003年に見たのがきっかけで、ワイズベッカーさんのことを知ったんですけれども、その大工道具の絵を今日初めて、これは竹中道具館のために描かれた絵ですけれども、大工道具の絵の本物を見たのは今日初めてだったので、それもすごく興味深かったです。で、それまでそれ以降ですね、ずっと僕は一ファンで、ワイズベッカーさんの一ファンであったんですけれども、たまたま自分がお店をやってるお店がこう2号店ができる時に、オリジナルの紙袋を作ろうということになった時に、思い切ってちょっとワイズベッカーさんに絵を描いてもらえないかということで、ダメ元でお願いしたのが最初のお付き合いのきっかけで、それを快く受けてくださって、今につながってるという感じでいます。それと今回改めてやっぱり、その何て言うんですかね、僕はやっぱりワイズベッカーさんに非常に惹かれるというか、影響を受けた理由としては、非常にこう何気ない身近なそのものに対するそのやっぱり見方というか、やっぱこう知識でものを見るっていうんじゃなくてですね、やっぱものそのものをこう見て、そのもののこう魅力、なんかオブジェのその愛っていうものをすごく感じるんですけれども、やっぱそれを繊細にこうすくい取るというか、そういうワイズベッカーさんのこう視点が、今回のその飾ってある作品、展示されてる作品にも、建築に対してもフェンス作の絵だったり、そういうこうセンシティブなところがすごく魅力的で、今回の展示もそれを非常に楽しめる展示内容になっていたと思います。ワイズベッカーさんから先ほどですね、今回タイトルに上がっている大工道具にしても建物にしてもいろんな日用のオブジェにしてもですね、とても大切にしているテーマだというお話がございました。で、私もこの度先ほどのこの大工道館に描いてもらった絵ですね、これ改めてしげしげとこうまた眺めてみたわけですけども、すごく丁寧にですね、一つ一つ取り組んで作品にされているというのが改めてよく分かりました。それでですね、今回新しく大工道具の絵をですね、何点か、そして大工道具に関連するような木の木目を描いたような作品が何点か出ております。ちょっとこれまでにない手法が使われているんじゃないかなというようなことを大隈さんともお話ししていたんですが、そのあたりはいかがでしょうか、ワイズベッカーさん。Alors, donc, je voulais faire autre chose, je ne veux pas refaire des outils comme ceux que j'ai fait auparavant. Je trouvais intéressant d'aller un petit peu ailleurs. Et ça a été le fruit du hasard. C'est que j'ai fait une série de gravures dans un atelier en Bourgogne, il y a 4 mois de ça. Et le graveur était en train de passer un vernis sur les plaques que je devais graver. Et sur des grandes feuilles de papier. Et quand il a enlevé les plaques, que j'ai vu ces feuilles de papier, je les ai trouvées tellement belles que je me suis dit, je vais faire quelque chose avec, gardez-les-moi au lieu de les jeter.
généralement, il les garde pas secrets. Et c'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a incité à faire ces grands dessins, parce que c'était très large, à faire ces grands dessins sur cette matière maculée, mais c'est une matière que je n'ai pas créée, c'est une matière existante. C'est pour ça que je trouve bien que je trouvais ça très bien, parce que quand on veut créer de la matière, c'est artificiel. Et là, c'était tout à fait naturel, et en plus, ce que j'aimais, c'est que ça allait bien avec le pliage, le fer, la graisse. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien très fort entre les outils charpentiers et la matière de ces pâtes. Ensuite de ça, je ne ressors plus, parce que j'aime bien garder des papiers, je ne sais jamais ce que j'en fais, mais j'ai ressorti un grand papier, le papier rouge, là, qui est la couverture du catalogue, en fait. C'était une grande, grande feuille de papier dans laquelle j'avais emballé, c'était pas il y a très longtemps, et que j'avais gardé en mettant des scotch et tout, parce que je la trouvais belle. Et tout à coup, ça fait peut-être 20 ans que j'ai cette feuille dans mon tiroir, mais je savais jamais quoi en faire. Et cette série avec les papiers maculés, je me suis dit, ah, mais je vais étudier cette feuille, c'est merveilleux. Mais j'ai que pour finir, normalement, je dessine, je travaille au crayon. Et là, étant donné que le papier avait cette texture, j'ai commencé à travailler au crayon, mais c'était trop faible. Et c'est pour ça que je me suis mis à le peindre à la gouache. 今のはね、あとのみの絵を描いた、描かれたその作品だと思うんですが、ノコギリを描いた 大きな作品が2点あります。このノコギリの刃の真っ黒なところもですね、一体どういう描き方を、描き方をされたのかな、どんな材料で塗られてるのかなっていうのが、ちょっと気になりました。あの木目もどういうふうに描かれたのかなっていうのが、これちょっと分からなかったんですけど、これはどうなんでしょう。Pas vraiment de réponse claire. La seule que je puisse avoir, c'est la forme de ces scies japonaises. Et le papier ayant tellement de texture, je pense que ça avait aussi créé une texture sur les lames. Ça se serait un peu perdu, donc je trouvais le noir apportait un contraste très fort, et ça m'a beaucoup plu. En plus, comme le papier était très fragile, j'ai pu faire des collages, j'avais des petits papiers et tout, jusqu'à la fin, même si la lame est noire, elle a quand même cet aspect, cette vie de l'acier martelé, travaillé à la main. Pour ce qui est des textures de bois, j'ai remarqué que les Japonais étaient très attachés à la matière de bois et avec mes séjours successifs, j'ai découvert des objets en bois, j'ai trouvé que le bois japonais est très beau et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette série de matériaux bois interprétés d'une façon. そうです。やっぱりそのまあ一つはやっぱその紙に対するそのワイズベッカーさんのその愛着というかその紙の質感とか、まあ、その紙の汚れまでもその、まあ、日本風に言うとこう景色にするというかですね、それも取り込んで作品にするっていうのがとてもワイズベッカーさんらしくて。いろんな紙が本当に使われていて、まあ、その多くがというかほとんどがその古い紙だったと思うんですけれども、まあ、一つ個人的なことを言ってしまって言うとちょっと嬉しかったのが、以前ワイズベッカーさん古い紙がやっぱり好きなので、日本で自分もそのちょっとこう骨董市のようなところに行って古い紙が売ってたりするとそれを買って彼にプレゼントしたりしたこともあったんですけれども、その紙を使ってくれていたのが今回とても嬉しかったです。先ほどね、私もそれ見せていただきました。
この絵なんですけれども、よく見るとですね、なんか昔のお役所の用紙の保護紙を、たくさんですね、丁寧にこう貼り合わせてつないでですね、大きな紙にされて、そこにこうこの絵が描かれててですね、とても面白いなと思って拝見いたしました。Je vous remercie. Je remercie surtout Okuma-san qui en fait a participé à cette pièce autant que moi, puisque lui est l'auteur du support et moi je suis l'auteur du dessin du club dessus. Et ce pape qui me plaît tellement, d'ailleurs j'en ai quatre feuilles, il y avait quatre feuilles, et les trois autres sont en processus de réalisation pour d'autres dessins, et je pense que l'ensemble sera une des quatre.紙のことでもう一つ聞きたいのが、いろんな紙を実際ワイズベッカーさんコレクションされてたり、もちろん日本の紙じゃなくてフランスの紙とかもいろいろお持ちだと思うんですけれども、まずその描こうと思ったモチーフを決めてからどの紙にしようかっていう選ぶような手順なんでしょうか？Quelquefois, je vois un très beau papier et je dis, tiens, je vais faire un dessin dessus. Mais il faut que l'objet s'accorde avec le papier. Et c'est pas évident. Et ça peut me prendre, comme je le disais, quelquefois, je peux dire, tiens, il faut que je fasse ça très bien. Quelquefois, le papier peut rester des mois. Je crois que ce papier, Thomas Sam me l'a donné il y a trois ans. Je voulais en faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et là, j'ai trouvé des objets, donc quatre objets, qui vont très très bien avec ces papiers, qui sont des sujets, bien sûr, japonais, mais qui ont aussi, par leur forme, je crois, des objets. Quelquefois, c'est presque dans l'abstraction. Et j'aime bien cette ambiguïté. Et ce sont plutôt des objets japonais, mais qui sont quand même assez mieux. Et que j'aime bien assez mieux ou assez commun. Et j'aime bien ce côté, ça colle parfaitement bien. Il y a un autre exemple, page 76, que je vais montrer parce que c'est sur le même registre que j'ai fait ces deux pièces en même temps. Celui-là, c'était une forme de papier français, de carton français, que j'avais gardé aussi depuis le temps. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu l'instruction de faire dessus comme une forme d'éventail, de dessiner un éventail, bon, c'est japonais dessus, mais même si le papier est français, du coup, il y a une accordance avec cet éventail et la façon de peindre cet éventail qui est simplifiée énormément.